燃焼が安定しなくなったので、こいつをジェネレーターを変えます。こことここのビス2本ですね。あ、その前に圧力を抜いておきます。平行にこっちにこんな感じで出します。入れるときはそのペットです。これ Amazon です。微妙に曲がり方がちょっと違うかな。これは多分修正が、修正が必要です。ちょっとこっち多分これでいいんじゃないかな。ここのところのこのここにここを引っ掛けるのがミソです。うまくいくかな。ここの先っちょをちょっと出しときます。こういうのでガバッと出したらダメですよ。右側のこっちから入れます。ここをここに入れて、あ、その前にこれ入ってない。
ませ。ちなみに圧がなくなった時はここを取り替えます。この取り替え方法はラジオベンチなんかでちょっと押しながらやってやると多分抜けます。うん、こんな感じです。これが Amazon に売ってます。こんな感じです。入れ替えてやればいいだけですから。またはこういうのも売ってます。これはここを変えるだけです。これの方がお得です。ここを外すときはマイナスなんかでこうやってこじってやれば外れますから。入れるときも入れるときは入れて回すだけです。こんなのもあったら便利です。このオイルはここから注入するようになります。だいたい簡単にこれと圧がなくなった時は燃焼があまり良くない時はここを変えると思います。あとゴミなんかがついてこの穴が塞がってくると燃焼が悪くなるので、ここの部品も売ってます。ここの十字を開けるとここはピッとすぐ変えれます。ちょっと燃やしてみましょうか。私は大体20回ぐらいやってますね、多分。あまりしっかり数えたことはないんですけど、大体重くなったらやめてます。もうちょっと重いかな。家の中で本当はつけたことはないんですけど、表でつけるのがめんどくさいので。着火するときに頭とかを絶対に上に置かないで、ね、火がバーンって出ますから。どうでしょう、安定しますでしょうか。綺麗な炎になります。ちょっとポツポツいってますけど、いいじゃないですか。弱火もできるようになりましたね。消えましたね。やっぱり弱火が弱いですね。これはやっぱ弱火も強火も大して変わらないという508円ですね。燃焼終了。